あつのきと、とうすけと、ひまラジオ。ひまラジオ。はい、それでは、ひまラジオやっていきたいと思います。はい。昨日投稿予定だったんですけど、ちょっと音声が入ってませんでした。失礼しました。失礼しました。さあ、それではまず参り、最初のコーナー参りましょう。シュー対抗、マチャレンジ。このコーナーでは毎週、シュー対抗で、毎月、みんなでチャレンジに挑戦します。はい。今月は、食リポだったんですけど、ちょっとトッツさんがお休みでいないので、じゃんけんします。はい。3回転やって多く勝った方の勝ちです。はい。じゃあ行きます。はい。最初はグー。じゃんけんポン。え？あいこですね。はい。じゃあもう一回アイコでしょでいきましょう。アイコでしょ。しょ。またアイコだ。アイコでしょ。しょ。あ、勝った。うわー、マジっすか。一瞬じゃあ2回戦いきます。はい。じゃん。けん。けん。ポン。ポン。アイ。こうで、しょっ、あ、勝った、待って、待って、ということで、そうすけさんの勝ちでーす。やったー。いやー、そうすけさん強いっすね。まあ、僕じゃんけん結構得意な方なので。それでは、続いてのコーナー参りましょう。そうすけのおすすめプラモデル情報。このコーナーではプラモデル大好きそうすけさんがプラモデル、おすすめのプラモデルを毎週紹介します。それではそうすけさん、はい、どうぞ。僕が今日紹介するおすすめのプラモデルはズバリこちら、ストライクガンダムソリッドクリアバージョンです。おお、かっこいいですね。はい、まあこれは僕が近所にあるリサイクルショップで買ってきた、まあ、プラモデルで、まあ、やっぱりね、まあ、エントリーグレードっていう一番その簡単な方 の, まあ、難易度なんで、まあ、作りやすいですし、この色っすよ、透明な色、美しいです、はい、しかもこの後調べたら、そのあれ、一番くじっていう、その結構一回お高いそのくじの景品でちょっとビビりましたね。あ、そうだったんすか。はい、はい、というわけでね、興味のある方はぜひ調べてみてください。はい、それでは続いてのコーナー、トッツさんが、今週いないので、宣伝いきましょう。はい、宣伝、じゃあ最近私からいいっすか。はい、お願いします。今週、まあ大体明日かな、大体今、ね、明日、まあ土曜日に、カラフルアベンジャーズ、もしかしたら復活します。おー、楽しみですね。まあ一応ね、ちょっと明日、土曜日、メンバーが僕ん家に来るので、その撮影もしかしたらするかもしれないっていう話になっております。なるほど、いや楽しみっすね。はい、では続いて、僕いきます。はい、私松の木が作った曲が、明日から YouTube ミュージックや Apple ミュージック、 Amazon ミュージックなどで、配信されることになりました。おお、ちょっとそれから、いいですね。は
い。ちょっと次の配信が16日ってなってて、そこから20日以降になってるんですけど、どんどん配信していきますので、皆さんお楽しみに。楽しみに。そしてカラフルアベンジャーズ復活もお楽しみに。楽しみに。はい、以上、宣伝でした。はい。それでは、今週も、このコーナーで締めましょう。はい。松の木と、宗介の、週末占い。週末占い。このコーナーでは、松の木、とつ、宗介の3人で、毎週、血液型別に占いをします。はい。今週はとつさんお休みなんで、僕とそうすけさんが、血液型2個ずつ占いをします。はい。そうすけさん何担当がいいですか？じゃあ僕は A 型と O 型で。わかりました。じゃあ僕は B 型と AB 型やります。それでは A 型どうぞ。A 型中吉です。おお、中吉。まあ特にいいことも悪いこともないですが、財布の中に1万円札を入れておくといいことが起こるでしょう。きっと軽い買い物の時に1万円札持っておくと絶対物が買えるので、皆さんぜひ、まあ、1万円とか、まあ、結構お札を入れておくといいと思います。はい。ラッキーアイテムは、あ、待って、ちょっと言わされた。ラッキーアイテムはお札です。はい。A 型の皆さん、お札をぜひ持ち歩きましょう。僕も、お札を持ち歩きます。はい。じゃあ次 B 型いきます。はい。 B 型ハーキチです。おお、ラッキーお店はハードオフです。おお、ハードオフか。ハードオフに行って機械をたくさん買いましょう。はい。そうすれば金運が上がるかも。おお。では次行きましょう。大型お願いします。大型、食吉です。おお、食吉。食べるの食に吉って書いて食吉です。ご飯をたくさん食べましょう。食べると頭の回転良くなるので今度のテストで役立つかもしれません。はい。ラッキーアイテムはおにぎりです。お、親が愛情込めて作ったおにぎりを食べてテストで100点を取りましょう。取りましょう。はい。それでは最後 AB 型いきます。 AB 型ラン吉です。おー、ラッキーアイテムはランタンです。あ、明るくてもランタンを持ち歩きましょう。はい、持ち歩きましょう。はい。この占いは参考程度にしてください。はい。真に受けては本当を信じすぎず受け入れ、はい、はい、参考程度で。はい、はい。それでは、そろそろお時間となります。はい。今週の放送は今いろいろありました。生放送できなくなったり、はい、音声が入ってなかったり、はい、いろいろありましたね。でも、再来週頑張れば、皆さん多分夏休みだと思う。はい。ちなみに今週と来週合わせて3連休なので、まあ、休日を皆さんエンジョイしてください。はい。それでは皆さん、良い3連休を。3連休を。ファンタジュレイヤー。